はい、皆さんこんにちは。ボリニオ TW ゴルフチャンネルへようこそ。今日皆さんとお話ししたいことはウィルコ・ニエノバー選手です。はい、それではやっていきましょう。今回はヨーロピアンツアー新鋭のウィルコ・ニエノバー選手。彼は南アフリカ出身の選手で若干20歳、今年からヨーロピアンツアーを主戦場として試合に出ています。そして何といっても彼のすごいところはそのブライソン・デシャンボーをも上回るその飛距離です。とりあえずそのスイングを見ていただきましょう。はい、いかがでしょうか。非常にスムーズで綺麗なスイングだと思います。見た感じ、このスイングでそんなに飛ぶのっていうような感じなんですが、彼のスタッツを見るとなんと彼の平均ドライバー飛距離は340ヤード以上になっています。はい、では今回はそのスイングを解説していきたいと思います。はい、それではやっていきましょうか。まずは基本となる線を引きたいと思います。ホーゼルから肘ですね、これが中心的な線になります。そして今回はもう一つ、背骨ですね、軸、そしてこの左、腰の位置ですね、腰、骨盤の位置ですね、この位置を中心に解説していきたいと思います。ではバックスイングからいきましょう。彼は少しヘッドを遠くにアウトサイドに上げていきます。そうした方が大きなスイングアークが作れるので、彼はそのようにしています。そして軸はしっかりと保ちながらバックスイングしています。そしてハーフウェイバックで、この赤い線と平行になります。でそのままトップに持っていきます。はい、こちらですね。はい、トップではこの左腕の線が平行になりますね、赤線と。はい、そしてダウンスイング入ります。彼はかなりシャローに下ろしてきます。はい、線より低い位置ですね。はい、で軸は保ちながら左腰もキープしながらインパクトを迎えます。でフォロースルーを出していってフィニッシュに向かいます。で軸、左腰、綺麗に保ちながら振り抜いていますね。で彼のすごいところはですね、この飛距離を出すにあたってこの左足が浮かないんですね。この左足をちょっと見ていただきたいんですが、はい、こう飛距離を出す選手って結構左足が動くんですが、彼の場合はこの左足が動かないんですね。それでこの飛距離を出しているっていうのはちょっとすごいことですね。しなくてもこの飛距離が出せる彼の才能というか能力はすごいと僕は思います。このスイングでヘッドスピードがだいたい130マイル出ています。出すことができます。はい、続いて正面からです。ちょっと残念ながらドライバーのスイングは見当たらなかったのでアイアンのスイングで活かしていただきます。ではまずは左肩から左つま先の線ですね。そして続いて軸の線ですね。軸の線っていうのは左の線と平行になります。そ
そして続いて右腰から右つま先で右肩から右腰、まあ、この3本の線になりますね。ではバックスイングを見ていきましょう。はい、バックスイングで注目すべき点というのは、まあ、最近の飛ばし屋っていうのはこの左腰が右に移動しないっていうのがあります。キャメロンジャンプにしても、ブライソン・デシャンボーにしてもそうなんですが、左腰がですね逆にこの左の線につくっていう動きをします。この動きをすることによって上体が右にスウェイしないという動きを作ります。はい、一般的なスイングっていうのはこの右腰がほぼ右のこの線にひっつく形でバックスイングするんですけども、この最近の飛ばす選手っていうのはそれがありません。でこの左腰がほぼその位置で回転して上体が右にスウェイせずその場で回転できるっていうことですね。はい、でダウンスイングではまあ、いつもよりかはこう体重移動のシフトをする必要がないのでその場で回転するような形ですね。ただちょっと彼の場合は軸が突っ込んでしまいますね。移動してしまっていますね。ちょっと軸がダウンスイングで軸が前に移動してしまっているのでちょっとその分スティープに当たってしまうというのはありますね。はい、でフォロースルーを出していきます。ですね、でこの時に、まあ、特徴的なのはこのクラブヘッドの向きですね。このクラブフェースの向きですね、このクラブフェースがかなりオープンになっています。だいたい一般的にはこのフェースの角度っていうのは背骨の角度と平行になるんですが、彼の場合はオープンになっていますね。っていうことは、引っ掛けをかなりなくしている、この動きによって引っ掛けをなくしているという動きになります。まあ、ドライバーでもこのフェースの角度は同じになります。ですので、彼のスイングはシャローに持っていっているので比較的、クラブフェースローテーションっていうのが発生します。そして、左の引っ掛けっていうのが比較的出やすくなるのでこのフォロースルーで、フェースを回転させずにどっちかっていうとオープンにしながら出していってその引っ掛けをなくしているっていう形になります。はい、いかがだったでしょうか。それにしてもすごい選手が出てくるもんですね。ブライソン・デシャンボーが360ヤード70ヤードを飛ばす時代が来たなと思ったらその次にはもうすでにそれ以上飛ばす選手が出てくる。
すごい時代になったと思います。はい、それでは今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。